どうも、レオンでございます。2024年もですね、張り切って動画をお送りしていくわけなんですけども、先ほどですね、アジアカップに向けての、メンバー発表がありまして、田中碧が外れると。びっくりしましたね。まあ、カバーとはちょっとね、さすがにイタリアであんま試合出てないんでね、あれかなと。んで古橋はちょっともういいかなと、個人的にもね。なんかまあ森保の信頼もあんま勝ち得てないし、で一人で何とかできるタイプじゃないんでいいパスターがいないと何もできないって感じが見えてきたんで、まあ、もういいかなっていうのもあったと思うんですけど、田中碧が一番予想外でしたね。対戦でもゴールしてましたからね。マジマジですね。びっくりしましたよね。はい、っていう感じでね、今回も J1 の勝敗予想という形で、ね、やっていこうかなというふうに思います。今回はですね、町田ゼルビア VS ガンバ大阪と、おそらく町田ゼルビアのホームだと思われるんで、勝敗予想という形でやっていきましょうか。町田ゼルビアインアウトは結構、まあもちろんね、この動画配信する後にはもっとなんかこう、なんか谷光成も取るんじゃないかとかね、ゴールキーパーがなんか定まってないらしくて、取るんじゃないかと言われてるんですけども、まあ、ベースはね、攻守にハードワークするっていうチームを作ってるんで、まあ大崩れすることはないかなと。あとはまあ一気に、J1 でもね、旋風を起こすのか、まあ注意に留まるのか、ちょっとその辺はね、なんとも言えないんですけど、今のところ分かってるのは庄司が入ったんですね。これでかいですね。庄司でかいですね。大分から藤本、知らないですね、これ。あとはまあ大学生とかですかね。で、アウトはまあベテランが出ていったと。ストイシッチ、いらないですね。高澤、知らないですね。で、太田康介、これ引退しましたね。まあ、おそらくこれからね、さらに動きがあると思うんですけど、まあ、ベースはできてるので、まあ、それでね、大幅に崩れることはないかなと思うんですけども、まあ、一方、ガンバどうでしょうか、見てみましょうか。ギャンバ大阪は、ギャンバ大阪は、結構積極補強してるよね、さすがだよね、ガンバね。山田取って、坂本を戻して、市森も、マリノスから戻して、岸本がエスパルスから、山下もマリノスから、FC から。で、中野は完全移籍。で、中谷取ったんだよね。これでかいよね。すごいじゃん。で、アウトが、杉山がモンテリオ。やった、役に立たなかったね。藤原が琉球。佐藤浦は、柳沢徳島。市川横浜に返す。武蔵が、札幌。全然役立たなかったな。奥野がベルマーレに完全移籍。山本が痛いかな。山本、川崎行っちゃったよね。これマジで痛いよね。で、今4本が対談と。いや、ちょっと、もう大丈夫かな。山本の代わり誰がいる？だからあれか。山田を取ったんか。まあ、それで穴埋めできたんか。やっぱ、資金があると強いね。はい。っていう感じなんで、まあ、これはかなり面白いよね。ホヤトス監督も今年本当勝負の年だからね。就任2年目か。まあ、でも2年目でもちょっときついかな。町田ゼルビア、黒田2年目。町田ゼルビアかな。完成度的には。結局、ガンバ大阪って1年間やってきたけど、なんか積み上がったもんがないでしょ。特に。で、選手も、ね、入れ替えもあったし、また1からなんで、町田の場合は、入れ替わりっていうのも補強って感じなんで、抜かれてるのはもうないんでね。まあ、そういう点では、町田じゃないこれは。圧倒的に町田じゃない。ちょっとなんか負けが想像できんよね。まあワンチャン引き分けの可能性もあるけど、いや、引き分けの可能性あるよね。町田もやっぱ J1 1年目やしね、言うてね。で、ガンバは去年より今年の方がね、戦力が整ってるんで、で、ポヤトスも7冠2本も4年目だからね、徳島2年やってるでしょ。で、ガンバで1年目でしょ。なかなか積み上がるの難しいけど、そろそろ爆発するかなって。逆に言ったら今年もたつくんやったら、多分解任かなというところもあるんで、まあそういう点ではね、面白いな。でもどうかな、ガンバセンターバック中谷でしょ。で、もう一人が多分三浦か。まあもちろんね、こんだけ補強したら多分降格すること多分ないと思うんで。いや、でも面白い勝負になりそうだよね。まあでも優勢的には、町田ホームなんでね、これ一応多分。これ、当てると、まあ、もし間違ったらごめんなさいなんだけど。まあ、町田優勢、町田勝ちの、
引き分けがワンチャンあるかなと。ガンバの勝ちはいきなりはないよね、さすがに。それはないかな、調子乗りすぎだよね。うん、それはさすがに、うん、そこまでね調子乗ったらダメかなっていう感じするよね。やっぱりもう町田もね、これ歴史的な一発目ですから行くんじゃない。うん、なんだかんだ言いながら、いや面白いよね、かなり満足だよね、面白いよね、うん、っていう感じで、まあ、これはまあ町田優勢の勝ちと、うん、まああって引き分けかなというところじゃない。うん、まあ、町田は確かにいいチームだけど、さすがにねいきなり優勝とかってのは難しいと思うんで、まあ本当にうまくいったら ACL 圏内とか入る可能性あるけどね。うん、まあ、非常に楽しみですね。はい。